アパッチエデュープは大規模データの分散処理を支えるオープンソースのソフトウェアフレームワークであり Java で書かれている。エデュープはアプリケーションが数千ノードおよびペタバイト級のデータを処理することを可能としている。エデュープは Google のマプリデュースよび Google ファイルシステム論文に触発されたものである。エデュープはアパッチのトップレベルプロジェクトの一つであり。 世界規模の開発貢献者コミュニティによって開発され、使用されている。エデュープは以下の4つのモジュールによって構成されている。また、エデュープでは HDFS 以外のファイルシステムもサポートしている。2015年5月現在では、下記のファイルシステムをサポートしている。エデュープディストリビューテッドファイルシステムは、エデュープ独自の分散ファイルシステムである。HDFS では大きなファイルを 複数のブロック単位に分割して、それらを複数のノードにまたがり格納する。そして、そのブロックの複製を複数の異なるノードに格納することで信頼性を確保している。そのため、各ホストは RAID を必要としない。レプリケーション数のデフォルトは3で、この場合、2つのデータを同じラック内のノードに、残り1つを異なるラック内のノードに保存する。 HDFS はマスタースレーブ型の構成で、マスターの役割を担当するのがナメノデ、スレーブの役割を担当するのが複数のダタノデである。ナメノデは HDFS に関するメタ情報を保持し、各ダタノデが実データをブロック単位で保持する。任意のダタノデが故障した場合は、ナメノデが自動でそれを検知し、故障したダタノデの 保持ブロックを別のダタノデが持つ同一な保持ブロックから参照するよう命令する。このようにしてダタノデが故障した場合も自動的にレプリケーション数が維持されるためダタノデが故障してもサービスに影響は発生しない。ダタノデは数百例大規模までスケールアウト可能でその場合数十 PB 規模のデータを格納することができる。ナメノデは単一障害点であったが エデュープ2.2で破機能が実装されたため単一障害点ではなくなった。また通常のオペレーティングシステムにマウントできないことは制限の一つであったがエデュープ2.2以降のバージョンでは NFSV3 マウントに対応している。Yet Another Resource Negotiator はエデュープクラスタのリソース管理、ジョブスケジューリングを担当する。エデュープ k までエデュープを構成するモジュールは HDFS とマプリデュースの二つであったが、以下の課題を達成するために、Yarn が開発され、Edupe 2.2から利用可能である。Yarn は Edupe 1営までのマプリデュースから、クラスタのリソース管理、ジョブスケジューリングを分離したものである。Yarn も HDFS と同様に、マスタースレーブ型の構成で、マスターの役割を担当するのが、リーソルスマナージャー。 スレーブの役割を担当するのがノードマナージャーである。マプリデュースを含む各アプリケーション用にそれぞれ専用のアプラクションマスターが実行され、アプリケーション自体のスケジューリングはアプラクションマスターが担当する。ノードマナージャーはマプリデュース用に特化したスロットではなく、より汎用化したコンテナ単位でリソースを割り当てる。アプラクションマスターもそのコンテナ上で動作する。また、 ヤーン上では、マプリデュース以外にも、アパッチスパーク、アパッチストーム、アパッチテズなどの様々な分散処理フレームワークが動作する。エドゥープ 2K 以降では、ヤーン上でマプリデュース上が動作する。これは、MRV2 と呼ばれる。従来のジョブトラッカー、タスクトラッカーによるマプリデュースは MRV1 と呼ばれ、これらは区別される。エドゥープ 2K 以降では、 MRV1 をサポートしていない。マップリデュースでは、可能な限り入力データを保持するだけのでと、同一ノードで、マップタスクが実行されるようにスケジューリングされる。これにより、大規模データ処理においてもネットワークの負荷を抑える、ことが可能である。m r v にクライアントが、ヤーン上でマップリデュースを実行する場合、リーソルスマナージャーにジョブを投入する。ジョブが投入されると、 リーソルスマナージャーは、アプラクションマスターをノードマナージャー上で立ち上げる。アプラクションマスターは、マップタスク、リデュースタスクの割り当てやタスクの進捗管理を担当し、タスクの実行に必要なリソースは都度、リーソルスマナージャーに問い合わせて払い出してもらう。MRV1 マップリデュースエンジンは一つの、ジョブトラッカーを持ち、クライアントはこのジョブトラッカーに向けて、マップリデュースジョブを投入する。 ジョブが投入されると、ジョブトラッカーはクラスタ中の利用可能なタスクトラッカーに仕事を依頼する。タスクトラッカーが停止するか、実行中のタスクがタイムアウトすると、その部分のタスクは再スケジュールされる。何らかの異常によって、ジョブトラッカーが停止すると、実行中のマブリデュースジョブも停止する。その場合は、ジョブトラッカーを再起動して、 マップリデュースジョブを再実行する必要がある。上記のようなウェブ系のテック企業はエドゥープを利用している一方で、その他大部分の大企業はエドゥープに落胆しているという意見もある。これはデータ量が 10dB 以下と少なくメリットを見出せないことにあるとされる。また、ガートナーの調査によれば、自社の抱える問題に対してエドゥープは過剰であり、 王妃が低いという意見もある。実際に、同社の調査によると回答者の半数強は、投資を計画しておらず、2年以内の投資予定も18%とした。エドゥープリリーシズ。h a d o o p a p a c h o r g 2 0 1 8年12月27日、閲覧。エドゥープユーザーズリスト、ハットアパッチテズハット、エドゥープイズホーリングホワイト。 2018年1月3日閲覧。エデュープ導入、当面伸び悩みからアートナー調査。2018年1月3日閲覧。ありがとうございます。